動画をご覧いただきありがとうございます。新山するでございます。はい、ちょっと運転しながらですけれども、はい、ちょっと忙しくてですね、撮れなかったんで、今隙間時間で移動しながら撮ってますけど、まあ、たまにはこういうもんね、いいかなと思います。はい、ちょっとトランペット吹けないんですけどね、今口だけだったら吹けますけど、はい、まあ、とにかく YouTube もね、なるべく継続していくことが重要だと思ってるんで、はい、とにかくね、思うことを発信していきます。はい、で、今日のテーマなんですけど、トランペットのレッスンについての話でございます。はい、で、僕自身レッスンを、まあ、させていただいておりまして、で、僕自身もレッスンを受けて来ております。はい、で、今年で21年目にトランペット始めてなるんですけれども、基本的にですね、まあ、トランペットを僕のチャンネルを見て上達したいなって思ってくださってる方は比較的多分初心者の方が多いかなと思いますので、まあ、そういった方がベースになるかなと思います、お伝えする対象としては。はい、で、レッスンを実際に、まあ、受けてる方ね、受けて僕のチャンネル見てる方とか、あとはレッスンを受けてない方、これから受けようと思ってる方とかたくさんいらっしゃると思うんですけど、これは僕のレッスンを受けてくださいっていうわけじゃなくて、そういう動画じゃないですよ。まあ、見ていただければわかると思うんですけれども、まあ、トランペットレッスンっていうことは何かを学びに行くっていうことじゃないですか、直接ね。はい、まあ、動画とか情報を見て自分で勉強するっていうのは、その情報とか動画に対して自分がどういう風に受け取るかっていうのが重要なわけですよ。だから受け取り方を間違えたら違う方向に行ってしまうんですよね。ただレッスンっていうのはどういう風に受け取ってるかなっていうのもちゃんとチェックしてもらえるので、そういった意味でレッスンはおすすめですよっていうのは言ってるんですよ。で、やっぱりその読み取る力っていう情報収集能力が高くないと、やっぱり世の中に転がってる情報っていうのが、これが自分にとって合ってるのか間違ってるのかっていう、そのまあ、選択をねできるレベルにならないとなかなか難しいと思うので、だからレッスンに行ってしまった方がまあ手っ取り早いよっていう前提はあるんですけれども、まあ、今日お伝えしたいのはね、もうちょっと先の話といいますか、まあ、比較的その初心者の方がベースになるんですけれども、レッスンを受ける上で本当にトランペットをまずこう鳴らすのに苦労してる方、はい、っていう方に向けてになります。はい、で、話がちょっと戻っちゃうんですけど、まあ、21年間トランペットをやっていく中で、まあ、いろんな方にね、レッスンを僕も受けてきまして、まあ、いろんな方からいろんなことを教わって今があります。で、僕自身も今でもまだまだ未熟なので、もっともっといろいろトランペットを上手になるための方法ないかなっていうのを日々、探したりとか、研究したりとか、まあ、その、成果というか、その過程をね、YouTube として上げておりますけれども、で、ズバリですね、その自分に合う合わないっていうのが全てだと思うんですよ。はい。まあ、この間の一組吉野大先生もね、ちょっといろいろ、あまりこう SNS のね、レッスン動画をもうちゃんと自分でしっかり選択してやりましょうって、まあ、それだけにとらわれずにね、それもおっしゃる通りなんでね、僕も結構トランペットだと今、教則系の動画出してるので、はい、まあ、それもあるんでね、なるべく個々の動画でも言ってるんですけど、僕が言ってることが 100% じゃないので、僕が言ってることももしかしたら合う可能性がある方がどこかにいるかもしれないという感じでございます。で、トランペットレッスンの話に戻るんですけど、できればね、僕はね、いろんな方にレッスンを受けた方がいいと思ってます。これは本当に、トランペット業界、トランペットレッスン業界を活性化させるためにも、やっぱりトランペットを始めて、いろんな方にレッスンを受けてみるっていう文化をね、僕は作った方がいいと思うんですよね。ただこれはね、なかなか、僕もレッスンを受けていく中で、やっぱり師匠さんがいて、違う師匠さんにこうレッスンを受けるっていうのは、やっぱりこう、先生からするとね、あまり気持ちが良くなかったりするものもあるんですよ。それは実際。まああります。ただ、その人のことを思ったらですよ。その人が上達することだけを思ったら、自分が言ってることだけじゃない方が、その人が成功するかもしれないんですよ。ね、上達するかもしれない。だからこそ、まあ僕は、なるべく僕のところにレッスンして、気に来てくださった方には、いろいろな方法っていうのを準備をするようにはしてるわけですよ。その人にとって何が合うかわからないからこそ、これやってみましょう、あれやってみましょう、これやってみましょう、みたいな。あとは、また別の全然事業で、トレーニングジムの、関係にもちょっと関わってたりするっていうのもあるので、そこでまあパーソナルっていうトレーニングですね。まあダイエット的な話なんですけど、ダイエットっていうところでもそれって全く言えて、人それぞれ体質に合わせて、何で筋肉がつく、何で痩せられるのかっていうのが全部違うんですよ。体質によって。だからトランペットも全部違うんですよ。体質。持ってる体も違う。まあ、筋トレも骨格も違う。筋肉のつき方も違う。運動経験っていうのもあるじゃないですか。だからトランペットもそうなんですよ。ってことを考えると、もう人それぞれ自分にまず何が合ってるかっていうのを、自分自身で選びに行くっていうのは大切なんですけど、いろんな先生に受けに行く中で、いろんな先生っていうのは、まあ、僕だったら21年間、何々先生だったら何年かっていうふうに、自分の中のやっぱり経験でしか喋れないじゃないですか。
まあもちろんいろんな経験をされて、その指導の力がね、まあ指導歴が長い方っていうのはそれだけいろんな方を見てきてるので、いろいろレッスンはできると思うんですけど、やっぱり自分自身がどういう風に吹いてるかっていうのをベースに喋っちゃうと思うんですよ、基本は。僕もそうですよ。だからこういう感じ、唇の先を狭くしてこういう感じとかって、言葉で伝えるのは簡単ですけど、実際それ受け取り方が人それぞれ違うので、人によってはその唇を狭くするっていう言い方よりもちょっと先をとんがらせてとかつぼめてとかっていう風に言った方が結果的にいいとこに結びつけたりするっていう場合もあるわけですよね。だからその表現に関しても人それぞれ違うんですよ。であとはもっと言ったら男の先生女の先生でも違うじゃないですか、受け取り方っていうのが。だからまずは自分に合う先生を探したい、欲しいっていうのはあります。ただ僕はいろんな方にレッスンを受けていただいて、いろんな方の経験をもとにお話しされてるものっていうのを聞いてみて、それを実践してみて、自分に合うかな合わないかなって、もちろんこれって決めたらしっかりやっていくことは重要なんで、あんまりあっちもこっちもっていくのは良くないですよ。ただ良くはないんですけど、僕のチャンネル見てくださってる方っておそらく初心者の方が多いんで、趣味でやられてる方が多いと思うので、であればいろんな人の意見を聞いた方が多分楽しめると思います。はい。まあある程度音楽大学出てプロになりますっていうと、もうある程度もう出来上がったものを極めていかなきゃいけないから、まあそういう段階の人は違いますよ。今僕が言ってるのは本当に初心者の方、トランペットを始めたばかりの方に向けて言ってるので、そういった方に関してはとりあえずはまずはいろいろな方にレッスンをね、それはね僕の生徒にも言えます。だから僕の生徒も全然なんか何やり先生のレッスン気になるんですよ、全然言っておいでって言うんですよ。全然どうぞどうぞ、もう言った方がいいですよ。でもね、やっぱりだって僕のレッスンももちろん、まあまあ僕も最大限やってますけど、でもいろんな方のレッスンを受けてきて、でもこういう風に言われてこうなった、だそれって何なのって言われた時に、あ、多分それはこうやってこうやってこうしたからこうだよねっていうのは一応僕は答えられるので、だから逆にそうに言ってきて、その何々先生がレッスン受けてきてこうだったっていうことを、まあ、踏まえてレッスンをやったりをしてるわけですよね。はい。だからそれはその人にとっていろいろなところから吸収して、自分のトランペットを少しでも楽に自然に心地よく鳴らすっていうところにつながるんでしたら、やっぱり やる手はないと思うんですよ。やらない手はないと思うんですよね。はい。まあ、ということでね、今日はちょっとトランペットのレッスンで、まあ、僕のレッスンを受けろっていうわけじゃないんですよ。はい。僕のレッスンを受けろってわけじゃなくて、いろんなレッスンを逆に受けてくださいという。はい。ね、普通だったらね、僕のレッスンを受けろっていう動画を出すと思うんですけど、ね。だってわかんないですもん。僕の言ってることが 100% 正しいなんて僕だってわかんないですよ。だからこそ日々いろんな実験を繰り返してるんですよ。その確率を上げるために。はい。正直ね、でも一つ言えることは継続することだと思ってます。 YouTube も、もうなんだかんだこうやってちょっと運転しながらで申し訳ないんですけど、ちょっといろんな騒音もあって申し訳ないと思うんですけど、やっぱり継続していくことに僕は意味があると思うので、こうやって YouTube も継続する中でいろんな変化があるし、自分の中の心境の変化もあるし、もっともっといい情報を出さなきゃいけないっていう自分の中でのプレッシャーもいい意味でね加わってますし、僕自身のトランペットの実力もアップさせなきゃいけないっていう自分へのねあれもあるので、やっぱり継続っていうのは重要なんですよ。だから皆さんも趣味でやられてる方でも、やっぱり少しでも長い時間継続することによって、いろいろ唇に、まあ、唇だけじゃなくてね、考え方も全部含めてですけれども、やっぱりトランペットと触れてる時間が絶対長い方がいいんですよ。だから生徒さんにもよく言うんですけど、やっぱり諦めずに正しい方法っていうのをやっぱ探しながらやっていくのがいいんですけど、その正しい方法っていうのもある程度時間をかけていった結果これが正しかったんだっていうこともあるので、ちょっとやってみてダメなら次、ちょっとやってみてダメなら次っていうのはそれはあんまりよろしくないですね。はい。まあ何が正しいかもわかんないんですよ。それすらわかんないんですよ。だから10個やり方があったら10個やってみて、5分ずつやってみて、これが良かったからやってみようっていうのが人によっては合うかもしれないので、まあそれもそれですね。はい。なのでもうとにかくね、もう世の中成功する方法なんてないじゃないですか。でも一つやることは多分継続し続けることだと僕は思ってるので、はい。まだまだ全然、はい。もっともっと上手にトランペット吹けるようになりたいなって思いで今日も頑張ってます。はい。まあ一緒に頑張りましょう。はい、というわけでちょっと運転しながらお送りさせていただきましたけれども、ぜひね、はい、これからも頑張ります。あ、頑張りましょう。はい、それではお疲れ様でした。